準備を怠らないようにね。よし。もうひと踏ん張りだ。あと少しで魔王の祭壇にたどり着く。本当にようやくだよ。冥界ってどこがゴールか全然わかんないんだもん。無限にたどり着かなかったらどうしようって思ってた。何が待ち構えているかわかりません。信玄ちゃんと剣心さんのこともあります。十分に体勢を整えて万全を期しましょう。いよいよ大詰めってところかしら。このままつむぎちゃんが魔王の首を切り落としてそれで終わりっていうのがいいわ。寝ているところにこっそり忍び寄って首を切り落とすなんてやりたくないな。ちょっと残酷すぎない？つむぎちゃんは甘いわね。それがいいところでもあるんだけど。それじゃあみんなでつむぎちゃんの刀に手を添えて一緒にやりましょう。つむぎちゃんは目をつむっててもいいわ。それならできるでしょ。私も微力ながら力をお貸しします。魔王の首さえ手に入るのなら何でもよい。前にも言ったが、わらわは一人でもやるつもりだったのだ。うん、それなら大丈夫かも。相手は動かないんだもの。一瞬で終わるわ。魔王が蘇っていないということは、信長様が明智様に追いついたんでしょうか。とすれば光秀とやらもう生きておらぬか。そうね。これだけ派手に信長さん相手に喧嘩を売ったんですもの。話し合って仲直りしたってことはないわよね。ん？ちょっと待って。光秀さんが死ぬってそれはそれで歴史が改変されてない？わかんないけど元の歴史では光秀さんまだ死なないよね。あの、ごめんなさい、私にはわかりません。ごめん、今のは質問した私がバカだった。そっか、伊代ちゃんにとっては未来の話なんだもんね。光秀さんがどうなったのか知ってるわけないのか。なんで教科書をなくしちゃったんだろう。あの時信長さんと一緒に行くべきだったのかもしれない。取り乱すな。まだ光秀が死んだとは決まっておらんし、歴史がどうなるかもわからん。少なくとも魔王が蘇るより光秀さん一人が犠牲になった方が歴史への影響も少ないんじゃないかしら。それはそうかもしれないけど、でも、ふん、後の話は後で考えればよい。なるようにしかならんのだから。あら、私のセリフ取られちゃった。そっか、そうかもしれないね。そう考えたらちょっと気が楽になったよ。それよりも紬、お主の世界のことを教えろ。ここまでわらわたちの話ばっかりではないか。わらわは未来というものにすごーく興味があるぞ。私の世界のことか。改めて聞かれるとどう説明すればいいのか困るな。あの、つむぎお姉様がたびたび言っておられる JK って何ですか？ JK はね、女子高生の略なの。いや、略してもそうはならんだろう。伊予の世界ではそうなるのか？それとも未来の人間がどうかしているのか？私に聞かないでください。JK なんて言
聞いたことなかったし。とにかく女子高生を未来っぽく略すと JK になるの。私の世界には学校っていうものがあって、子供はみんなそこに通って勉強するんだ。学校には小学校、中学校、高校、大学っていう種類があって、だいたい年齢で通う学校が分かれてるのね。私は高校に通ってる女子だから女子高生ってわけ。未来人はそんなに勉強するのか？そんなに勉強しているのに、紬はなぜアホなのだ？成績は中の上くらいだし、そんなにアホでもないと思うんだけど。子供はみんな学校に通ってお勉強するんですか？武家の子供も農民の子供も、その忍びもみんな？そうよ、みんな。少なくとも日本、私が住んでいたところではね。それに武家とか農民とかっていうのもないかな。職業として農業についていたりってのはあるけど、身分っていうのはなくって、みんな同じ平等なの。平等、どんな世界なのかまるで想像もつきません。すごいんですね、未来って。それで紬ちゃんはその平等な社会でどう暮らしてたの？あっちの世界では幸せだった？帰りたい？幸せか。あのね、正直ここに来るまでは自分が幸せかどうかなんて考えたこともなかった。今はめっちゃ幸せだったんだなって思う。そうね、帰りたいな。友達に会いたいよ。でもその前に魔王を倒さなくちゃだけど。で、どうやって暮らしていた？朝はどうやって起きる？どんなものを食べるんだ？どうって、まず朝6時半にアラームが鳴って起きるでしょ。それからベッドの中でスマホいじって。はいはい、スマホって何ですか？アラーム？何がどうなることを言うの？ベッドとは何だ？それはうまいのか？うわあ、ちょっと待って、そこから説明しなきゃなのか。そうだな、続きは魔王を倒した後でゆっくり話そっか。約束だぞ、絶対だからな。それじゃ、ちゃちゃっと魔王を倒しちゃおう。見せてやろう。打尽にしちゃおうかしらね。人気サンダル、それ、やっ、それ、それ、と、やっ、と、やっ、来賢射出、
よく見るのだ。もう少しで倒せそうよ。倒せたわね。先を急ぐ。なんだか嫌な感じがする。注意して、何か仕掛けてくる。質量ちそれ。どこを見る。質量とい。ところに気を配ることだ。ほい、それ。質量減っ、それ。やり直そう。どうだ。やばいだ。気をつけましょう。肩慣らしは終わりだ。まだまだこんなものじゃないんだからね。さすがね。
紬ちゃん、勝利の秘訣は忍耐よ。小耳ちゃん、質量変化の術。それ。やるじゃん。それ。飽き飽きしていたところに。雷拳射出。ここだ。それ。しびれなさい。それ。小耳ちゃん。末裔大陰陽師の力だ。小耳ちゃん、少し時間をもらえるかな。つむぎ、いつになく真剣な眼差しではないか。ここに来てからいろいろな特訓をしてきたんだけど、もう少しやりごたえのある特訓もしてみたいと思って。ほう、その向上心は嫌いではないぞ。で、わらわにどうしてほしいのだ。陰陽師の力で何か新しい技を得得できないかなって思って。いきなり言われても無理だよね。小耳ちゃんでもさすがにね。お主、誰に口を聞いておるのだ。え？わらわは神獣の王たる玉物前の末裔、大陰陽師と名高い大春日の小耳咲の早姫ぞ。無理なことなどあろうものか。それじゃ
今のお主に必要と思う技を会得する手伝いをしてやる。早く支度をしろ。は、はい、大陰陽師様、光栄であります。一つ言っておくが、今のわらわに手加減という言葉はないからな。あちゃあ、小耳ちゃんのプライドに触っちゃったかな。なんとかやり遂げた。小耳ちゃん、本気を出しすぎだよ。ふん、その気にさせたのは紬、お主だろ。自業自得というものだ。はい。疲労で甘いものが欲しくなったではないか。コンペイトを持ってきて正解だった。じゃあ私も食べようっと。おお、お主もコンペイトを持っておるとはな。モフモフのお耳と尻尾をした優しい方がこっそりポケットに忍ばせておいてくれたんだ。こんな場所にも世話焼きがいるものだな。まあ共にこうしてコンペイトを食べるのも良いものだが。そうだよね、すっごく美味しくてとーっても甘い。準備を怠らないようにね。準備を怠ることなかれ。よし。あなたたち、どうしてこんなところにいるのです？警告したはずでしょ。ああ、伏木なんとかの人。伏木庵剣心です。人の名前はちゃんと覚えなさい。失礼ですよ。ごめんなさい。伏木庵剣心さんね。覚えました。大変よろしい。つむぎちゃん、こんな人に謝る必要なんてないし、名前も覚えなくていいのよ。やれやれ、かわいそうなお嬢さんです。私をこんな人呼ばわりするとは、どれだけ目が曇っているのですか。鋼さんと言いましたか。紬さんに不心得を吹き込んだのもあなたでしょ。吹き込んでないわよ。人聞きの悪いこと言わないでくれる。見れば装いもハレンチ極まりない。人柄は見た目に現れると言いますからね。業が深いことです。別にハレンチじゃないでしょ。ねえ紬ちゃん、ちょっとエッチかなとは前から思ってた。紬お姉さま、エッチってって何ですか？それはその、イオちゃんはそんなこと知らなくていいの。ほら、お仲間にもエッチだと思われているではありませんか。あなた、エッチって言葉の意味知らないでしょ。言葉の意味などどうでもいいのです。あなたはエッチ、それが真理です。だったらエッチで結構よ。私は気に入ってこの格好をしてるんだもの。それにエッチがいい意味である平行世界だってどこかにあるはずだわ。あなたの常識でエッチを測ってほしくないわね。ふーん、三千世界を持ち出すとは、目が曇りまくっていてエッチな割には妙なところで聡明なのですね。お姉さま、お二人は何のお話をしてるんですか。私に聞かないでよ。わかるわけないでしょ。
万物は流転し、その意味も無限に存在する。なるほど、それも真理。私が間違っていたようです。認めましょう、鋼さん。あなたは賢い方らしい。申し訳ないことを言ってしまいました。先ほど言ったそしり走りの数々、あれは撤回します。分かってくれればいいのよ。そこまで賢いのに、なぜ魔王の力など求めるのですか。それが私には分からないのです。あ、話が戻ったみたい。あのね、剣心さん、私たちは魔王の力なんて求めてないってば。その言葉は受け入れられません。だったらなぜこんな場所にいるのですか。魔王の祭壇までほど近いこの場所に。それを理由に私たちを疑うなら、あなただって怪しいでしょ。こんな場所で何をしているの。あ、思い出しました。そうです、こんなところで油を売っている場合ではありません。早くあの子を探さなくては。あの子。私はもう行きますが、決して魔王の祭壇に近づいてはなりませんよ。いいですね、それでは失礼します。終わったか。小耳さん、剣心さんと鋼さんがやり合ってる間ずっと黙ってましたね。あの意味のない会話のどこに口を挟めというのだ。言っただろ、相手にするだけ無駄だと。いいえ、無駄じゃなかったわ。やっと言いまかした気がするもの。そうか、それはよかったな。では魔王の祭壇へ急ぐぞ。仏の顔も三度までという言葉を知らないのですか。あなた、自分のことを仏だって言いたいわけ。亡者の分際でさすがにずうずうしいと思わないの。はて、私ほど御仏の教えを知り、その心に近しい者はいないと思うのですが。御仏だって、うんうん、大体仏でいいよとおっしゃるに違いありません。いいえ、おっしゃっています。私には御仏の声が聞こえるのです。だったらそれは幻聴よ。からくりの耳と交換することをおすすめするわ。忠告しましたね。魔王の力は人が手にして良いものではないと警告しましたね。魔王の祭壇に近づいてはならないと。なのにあなた方は三度も私の言葉を無視しました。三度もです。二度あることは三度あるっていうものね。はあ、ああ言えばこういう、もうへりくつはたくさんです。あなたね、どの口でそういうこと言えるの。ああ言えばこういうへりくつ屋はそっちでしょ。よろしい、御仏の教えを直接あなた方の体に叩き込んで差し上げます。少し痛いかもしれませんが、ありがたく受け入れなさい。残念だな、
やっぱりそうなっちゃうのか。できれば話し合いで分かってほしかったんだけど。剣心さん、私たちも急いでるの。力ずくで通らせてもらうわ。仏の顔も三度までという言葉を知らないのですか。あなた、自分のことを仏だって言いたいわけ。やりますね。私には御仏の声が聞こえるのです。うん、だいたい仏でいいのとおっしゃるに違いありません。だったらそれは幻聴よ。カラクリ、槍の攻撃をうまくさばくのだ。まだまだは、まだまだ、参りましょう。仏の顔も三度までという言葉を知らないのですか。あなた、自分のことを。私には御仏の声が聞こえるのです。うん、だいたい仏でいいよとおっしゃるに違いありません。だったら槍の攻撃をうまくさばくのだ。運は天にあり、鎧は胸にあり、手柄は足にある。毘沙門天の力、とくと見よ。これぞ毘沙門天の五感。ついてこれないでしょ。チョコの素晴らしっこいのは。マリオちゃん、よろしく。リング変化の術。みんな、準備はいい？心して参りましょう。仏の顔も三度までという言葉を知らないのですね。あなた、自分のことを仏だって言いたいわけ。やりますね。ツバメ花火。私には御仏の声が聞こえるのです。うんうん、だいたい仏でいいよとおっしゃるに違いありません。だったらそれは幻聴よ。カラクリの耳と交換することをおすすめするわ。槍の攻撃をうまくさばくのだ。とやっとやっ、雷剣射出。これぞ毘沙門天の五感。ついてこれないでしょ。超細かく素晴らしっこいの。まあ、鋼さん、それイオちゃん、よろしく。償いなさい。それ鋼さん、お願い。もう少しで倒せそうよ。みんな、行くよ。それお耳ちょっと。やっ、ダスキルには早すぎます。今度こそ本調子だったはずなのに、この私がここまで押されるなんて。それほどの力がありながら、なぜ悪の道に走ったのですか。
ああ、私ならきっとあなたを正しい道へと導けたのに。出会うのが遅すぎました。それが私は悲しいのです。この後に及んでまだ勘違いを認めないの？すごい分からずやっぷりね。どうすれば分かってもらえるんだろう。別に分かってもらえなくてもいいんじゃない？ここで殺しちゃいましょう。それが一番手っ取り早くて後腐れもないわ。それはちょっと。曲がりなりにも相手は私たちを殺そうとしたのよ。ここはつむぎちゃんが住んでいた平和な世界とは違うってこと忘れないで。鋼さんの言うことはわかるんだけど、でも亡者だから殺してもいいのかって思うとやっぱりためらいがあるっていうか。甘いわね。甘いな。私も甘いと思います。お姉様の気持ちはわかりますけど、でも賛同者なしか。そういえばみんな戦国時代の忍者なんだっけ。すっかり忘れてた。私を殺すのですか？困ったな。待って、剣心ちゃんを許してあげて。信玄ちゃん、こんなところにいたのですか。剣心ちゃんもちゃんと人の話を聞かなきゃダメでしょ。このお姉ちゃんたちはいいお姉ちゃんなんだよ。いいお姉ちゃんたち？そうなのですか。どうやら知り合いのようだが。信玄ちゃん、この人に話を聞くように言ってくれない？話を聞かなきゃ、その殺さなくちゃいけなくなっちゃう。だってどうする、剣心ちゃん。あ、はい、あのちゃんと聞きますので。あ、なんですって。それじゃああなた方は魔王の力を手に入れようとしているのではなくて、反対に魔王を倒そうとしているのですか。しかも紬さんが未来から召喚された調律の巫女だとは。なるほど、そう言われて改めて見れば気品と神々しさが感じられます。また適当ばっかり言って。それならそうとなぜ言ってくださらなかったのですか。はあ、何回も言ったよ。つむぎお姉さま、つむぎお姉さま、今気づいたんですけど。ん？何？今気づいたんですが、この方たち多分上杉テルトラ様と武田春信様です。とても偉いお方ですから、あまり無礼な振る舞いは控えた方が。上杉？武田謙信さんと信玄ちゃん？ああ、もしかして上杉謙信と武田信玄だったの？そこは授業で習ったから知ってるわ。戦国時代の名将じゃない。道理で二人とも強いわけだ。おや、遠い未来まで私の名が伝わっているのですか？それは嬉しいですね。どんな風に伝わっているのでしょう。それはその細かいところは覚えてないです。ごめんなさい。ほら信玄ちゃん、ちゃんと勉強しないとこの人のようになってしまいますよ。お姉ちゃんのような人？ごん、その話は置いといて。謙信さんって呼べばいい？信玄ちゃんは信玄ちゃんでいいよね。ええ、それで構いません。
それにしても戦国武将ってジャンルの人は本当に人の話を聞かないのね。ごめんなさい。そのことに関しては本当に申し訳ありませんでした。上杉様は何年か前にご病気で亡くなったとお聞きしました。どうしてこんなところにおられるのですか？この二人は亡者だと言っただろうが。いかにも、私はすでに死んだ身。しかし、ここは地獄なのですよ。あなた方のような聖者こそ珍しいのです。それはそうか。じゃあ謙信さんも信玄ちゃんも死んで地獄に落ちたんだ。紬お姉様、そんなはっきりと言わなくても。ああいいのです、事実なのですから。死んだ後気がついたらこの姿で地獄に立っていました。上杉様は偉いお坊様だったはずです。なのにどうして地獄になんて。私もそれを考えたのです。なぜなら私には地獄に落ちる理由がありません。心当たりが一切ない。そう言い切れるのもなんだかすごいな。私だったら地獄に落ちたのはあのせいかも、それともこのせいってめっちゃ悩むと思うわ。であれば仏様が私を地獄に送られた理由が別にあるはず、そう思い至りました。そんな時この冥界が発生したことを知ったのです。誰かが魔王を復活させようと目論んでいると。ならばそれを止めるのが私の使命であるはず。それで魔王の祭壇を目指してるんだ。謙信ちゃんはああ言うけどさ、生きてる頃に戦だなんだって何人殺したと思ってるの？二人とも地獄行きで当然だと思うな。そこは受け入れてるんだ。でも信玄ちゃんも何か心残りがあったんだよね。強い人と力比べしたかったから、もっともっと戦いたい。誰よりも強くありたいという純粋で無邪気な欲求が、死後今の信玄ちゃんをこのような見た目にさせたのでしょう。じゃあ謙信さんが女の人になってるのはどうしてなの？それは私の魂が美しいからに決まっているでしょう。わかりきったことです。微妙にそうとは思えないんだよな。何か言いましたか？何も言ってないよ。まとめると謙信さんの目的は私たちと同じってことよね。だったら魔王の祭壇まで一緒に行かない？それはお断りします。え、なんで？謙信さんくらい強い人が一緒だと心強いんだけどな。私たちだって少しくらいは戦力になると思うし。先ほども言いましたが、これは私に課せられた使命なのです。他の人の力を借りるわけにはいきません。仏様はそんなにケチくさいこと言わないと思うけどな。どうしてもダメ？ダメです。もし紬さんが私と同じ道を歩まんとするならば、いずれまたこの地獄のどこかで巡り合うでしょう。信玄ちゃんはどう？私たちと一緒に来ない？うん、行かない。どうして？力比べの2回戦目もまだだったよね。お姉ちゃんたちはもう敵じゃないから。謙信ちゃんを助けてくれた恩人だもん。信玄ちゃん、それにお友達とは本気で戦えないでしょ。あ、信玄ちゃんが勝手にお友達だと思ってるだけなんだけど、迷惑だった？ううん、そんなことない。私たち友達だよ。
よかった、これで心置きなく剣心ちゃんと一緒に行けるよ。剣心ちゃんは信玄ちゃんがいてあげないとダメダメだから。そっか、じゃあ残念だけどここで一度お別れってことなのかな。剣心さんも信玄ちゃんも魔王を倒したらまた会おうね。もちろんだよ、そっちのお子様とまだ力比べの続きをしなくちゃだし。もう友達とは争わないのではなかったのか。それとわらわの名前は。お子様とは友達じゃないもん、だから名前も覚えてあげない。ふん、そうか。もし信玄ちゃんに勝てたら名前を覚えてあげてもいいよ。その代わり信玄ちゃんが勝ったら強制的にお友達だから、それでいい？うむ、よいぞ、約束だからな。うん、約束。ここからは別の道を行きましょう。あなた方にも御仏のご加護があらんことを。では失礼します。じゃあね、またね。なんだか不思議な人たちだったな。敵なのか味方なのか途中からよく分かんなくなっちゃった。きっとみんな同じなんだと思います。戦う理由が違ったりすれ違ったりするだけで。ただ戦わないという選択肢がないだけなんです、私たちには。戦いたくないなら戦わなければいいのに。戦いたくなければ戦わなくていいなんて理屈聞いたことがありません。戦わなければただ奪われて殺されるだけです。それが私たちの生きている時代なんです。戦国時代っていうのはつくづくなんて言えばいいのか。ごめん、私の言葉じゃうまく言い表せそうにないや。でも紬お姉様は行動で示してくださいました。上杉様を殺さなかったし、武田様とお友達になられた。誰にでもできることではありません。いや、そのそれは買いかぶりすぎっていうか、私はそんなに頭良くないし何にも考えてないだけだし。知っている、知った上でわらわたちは紬お主を信じて託した。後になって文句など言わぬ。みんなが信じてくれた分、助けてもらった分は調律の巫女としての使命を果たすことで返すよ。でもこうも思うんだ、魔王の祭壇に着いたら信長さんか謙信さんが全部終わらせておいてくれないかなって。私の出番とか本当にいらないから。もうさ、信長さんに何をしておったのだ小娘とか怒鳴られてそれで終わりでいいよ。そういうのが理想。お主なあ、そういうところもうちょっとなんとかならないのか。私は紬ちゃんのそういうところ好きよ。お姉様らしくていいと思います。そうやってお主たちが甘やかすから紬がつけ上がるのだぞ。分かっておるのか。まあまあまあ、私のことはどうでもいいからさ。ここを降りたらもう魔王の祭壇なんでしょ。さっと行ってパッと終わらせちゃおうよね。やれやれ、緊張感のないやつだ。これでも緊張してるんだよ、精一杯ごまかしてるの。それじゃあ行こうか。